今月15日からの記録的な大雨で、鹿間町の特産品であるエゴマの畑も大部分が冠水し、今後の生育に懸念が出ています。県内一のエゴマの産地、鹿間町です。15日から降り続いた大雨で、町内のエゴマの畑、およそ25ヘクタールのほとんどが冠水しました。鹿間町平沢地区でエゴマを育てる鈴木稲三郎さん。 鈴木さんの畑も水に浸かりました。やっとこのエゴマが見えるぐらいでまで水溜まんだね。水すぐにあの田んぼだからすぐに敷きていかないのさ。平らだから。鈴木さんの畑では5日間水が引かなかったということです。水がとねあのエゴマをななんつうのかな。おがらないつか育たないつだよ。してあと育ってもあのこれかね。

この間の大雨で結構、作付け面積すべてにおいて冠水したんですけれども今後の天候の回復を待って順調に生育していくことを願っております。